クリュー3に若干の秘密。ああ、パラディンか。よし。非常に残念だったダンスの件が落ち着いた今、我々は使用任務に戻ることができるな。ダンスの処刑は正当だったと思うか？ダンスが裏切り者、もしくは少なくとも裏切り者の卵だったのは明らかだ。そのマシンの存在は、この船と乗組員を危険にさらしていたので、すぐに容赦なく対処する必要があった。本件での行動は正当化されなかっただけで、我々の任務には不可欠だった。あらゆる支援のおかげで、戦争の準備に焦点を移すことができる。準備ができた、キャプテン。いいね。この任務には細心の注意が必要だ。さあ、インスティチュートへの攻撃を始める前に、別の脅威に対処する必要がある。レイルロードだ。小さいが、敵が嫌がる砂術やゲリラ作戦を使う有能な集団だ。戦略分析によると、こちらの作戦を妨害したり損害を与えたりする可能性がある。負いたくはないリスクだ。今攻撃すれば、向こうの組織に対して最大の損害を与えることができるはずだ。どうしてレールロードがそんなに脅威なんだ？比較的少人数にもかかわらず、レールロードはこちらの作戦にとって絶えず脅威となっている。彼らはすでに上位の戦力に対して立ち直りが早いことが分かっている。追い詰められたら姿を消すことを心得ている。しかもなお悪いことに、彼らは人造人間がインスティチュートから逃げるのに役立つ能力を保有している。人造人間の脅威を終わりにするつもりなら、漏れ口を塞ぐ必要がある。レールロードを破壊できるかどうかは、その指導部を完全に壊滅できるかどうかにかかっている。さもなければどこかで簡単に再編してしまうだろう。そのため指揮命令系統に壊滅的な破綻をもたらす要因となるであろう。5つのターゲットの一覧がここにある。みんな死ななければいけないのか？その通り。それが彼らがもはや脅威ではないということを確認する唯一の効果的な方法だ。これから出発する前にプロクター・イングラムから完遂してもらいたい追加の命令がある。我々の情報筋によると、レールロードの本部にはある種の実験的な、またはプロトタイプのロボットがあるわ。彼らは予兆分析マシン、または短縮してパムと呼んでいるわ。かわいいでしょ。彼らはそのロボットをここで作り出せるどんなものよりはるかに効率的で複雑な戦略上の計算に使うの。パムのターミナルのセキュリティを解読するためにこのホロテープを使ったら、その部隊にプリデュエンに戻ることを強いることになるでしょう。きっとパムの演算力を有効利用するでしょう。さもなければ壊して、インスティチュートの手に落ちるのは望まないでしょう。パムについて何か役に立つ話はないか？それに関してはほとんど全く情報がないわ。その基本機能は未来予測のための計算に使えるはずよ。それがどれだけうまくいくか見当もつかないけど、レールロードがこんなにも長くパムを使ってきたのなら、ある程度の利益をもたらしているはずよ。プロクター・クインランはそれを手に入れて喜んでいるに違いないわ。それは任務の支援には十分な情報だろう、パラディン。準備ができたらオールドノースチャーチに行って襲撃部隊と合流しろ。彼らはレールロードを倒すために必要な爆破の支援やあらゆる射撃能力を提供してくれるだろう。アド・ビクトリアム、パラディン。なんとかパムを向く。あいつ。
ろくでなしには負けないぞ。伏せろ。見失った。捕まえたぞ。デトネーションパックを確保。準備完了。奴らを見つけろ。
パム。完全システムリセット受信。指示を待っています。キャプテン・ケルズ。よし。今後はレールロードが作戦の脅威になることはなさそうだな。連中の本拠地はどうなる？あそこに戦略上の重要性はない。残党が戻ってきた時に備えて最小限の人員だけ配置するつもりだ。さらに喜ばしいのはパムを破壊するのではなく守ってくれたことだ。今はプリドゥエンに運ばせている。プロクター・クインランのオフィスに設置されるだろう。とても有益だと分かったのは戦前のテクノロジーの驚くべき一部分だ。戦前のテクノロジーといえばプロクター・イングラムがリバティ・プライムに最後の仕上げを施していて君の支援を求めている。もう一つの任務成功おめでとう、パラディン。アド・ビクトリアム。